私はジブリ大好き日本代表太田結衣。先日ジブリ美術館でガラスペンを入手した私、ハウルの動く城を描いて投稿をしたところ、なんと 2.4 万いいね。てれちゃん、猿もおだてが木に登る。早速新作を描いていく。もちろん使うのはジブリ美術館のガラスペン。繊細さを生かして今回はあの難関に挑みます。ジブリが生まれる前の原点とも言える作品、漫画の連載から始まった伝説のアニメ。そこに登場する静かなる賢者オウム、私はこの手で爆誕させてみせる。完成しました。じゃーん。繊細すぎるガラスペン一本で巨大なオウムのゴツゴツさを表現しました。いやー疲れた。みんなもガラスペンで描いてみない？ぜひチェックしてみてね。